たっぷりいきます。雑誌でも世界進出ナンバーアンダーライン愛。チキンナゲット新広告が沸騰背景にメグロレン CM 声好感度1位。ナンバーアンダーライン愛の平野二27神宮寺裕太、26ガン優太、28が出演するマクドナルドの新テレビ CM、たっぷりいこうぜ。海っぺんが7月16日より全国でオンエアされることが明らかになり、 X, 旧ツイッターが大沸騰している。ナンバーアンダーライン愛の3人は4月より放映されたたっぷり行こうぜ。登場編でグループとして CM デビュー。今回の CM は3人が海辺を走る車の中でチキンマックナゲットに期間限定ソースをたっぷりつけて美味しそうに味わう。さらに3人は語尾にたっぷりをつける。 たっぷりゲームを始めることに。ジン・ミヤデラが幸せたっぷり。平野がナゲット愛たっぷりとテンポよくつなげるも騎はうー。た、たっぷりと言葉を思いつくことができず、ジングージと平野にブブー。と突っ込まれるという展開。その後も三人は海辺をドライブしながら、たっぷりって愛だよな、愛。と次々にコメントするという内容だ。 4月に続いてナンバーアンダーライン愛がマクドナルドの CM に出演するという、この発表を受け。爽やかだな。ナンバーアンダーライン愛のたっぷりナゲット。本当にありがとうございます。今年の夏はナゲット一択で過ごします。安い。これは買いだ。小在宅勤務の日にご褒美で買って食べますわら。やた。 この夏もナンバーアンダーラインアイとたっぷりいきます。などの声が殺到。ナンバーアンダーラインアイとたっぷりいこうぜは X のトレンド1位に。マクドナルドやチキンマックナゲットなどの関連ワードもトレンド上位にランクインするほどだった。CM 総合研究所が5月4日に発表した5月前期の CM 交換要因商品に惹かれた銘柄別トップ10では、 ナンバーアンダーラインアイが前回出演したチキンマックナゲットが1位に、スノーマンメグロレンさん27らが出演するキリンビール、晴れ風が2位。同商品も販売好調で一時は出荷停止になるほどでしたが、それを抑えての1位だったんです。やはりナンバーアンダーラインアイの好感度、SNS を中心にした圧倒的な影響力と訴求力は凄まじいものがある。 その実績を買われて、再び、チキンマックナゲットの CM に起用されたのではないでしょうか。女性誌編集者、平野は1月に高級ブランド、ルイ・ヴィトンとパートナーシップを締結。さらに同月、高級コスメブランド、イブ・サン・ローラン・ボーテ・ YSL ・ビューティーのアジアアンバサダーに就任。平野が着用したヴィトンのアイテムは数十万円するものがあったにもかかわらず即完売。 イブサンローランボーテのアンバサダー就任発表日の正午頃にはすでに東京、表参道ヒルズの店舗には入店ちの長蛇の行列ができ、午前11時オープンのところ2時間前から並ぶファンもいたという。また、平野のインスタグラムのフォロワー数は427万人、神宮寺は203万人、騎士の X のフォロワー数は81.5万人を誇る。 三人の拡散力は今や日本トップクラス。彼らを広告に起用したいという企業も多数あるでしょうね。全室の女性誌編集者。7月9日にはナンバーアンダーラインアイが雑誌、ニュースウィーク日本版、通常版の8月13.20日合併号、特別編集版、ともに8月6日発売で表紙を飾ることが同志の公式 X で発表された。 二種類の表紙が用意されるのはニューズウィーク日本版の歴史上初となる。公式 X のポストによるとナンバーアンダーライン愛が表紙を飾る同士の掲載内容は世界に挑戦するエンタメ2024となっている。地上波テレビの音楽番組にも引っ張りだこ。7月3日放送の 2024FNS 火曜祭夏富士テレビ系。 では、平野さんと中島健人さん、30の絡みも話題を呼びましたが、旧ジャニーズタレントとの共演ももう問題ない感じですよね。国内での活動は順調で、今後は3人の夢である海外進出がより本格化していくのではないでしょうか。4月には、アメリカ・カリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェス、コーチャーラ・バレエ・ミュージック・アアーツ・フェスティバル2024に出演。 世界的企業であるマクドナルドの CM に起用され、ニューズウィーク日本版でも特集を打たれるなど、もう準備万端。平野さんと神宮寺さんが戸部に合流したのが昨年7月7日。そこから1年でいよいよ環境も体制も整い、これからはより世界を意識した活動をしていくことになるのではないでしょうか。全道今回もナンバーアンダーライン愛の勢いは止まらなさそうだ。 4月に続き、ナンバーアンダーラインアイがチキンマックナゲットの CM に起用されて X は大沸騰。やった。この夏もナンバーアンダーラインアイとたっぷり行きます。ついに来たまたデブマッシグラ、再起用ありがとうございます。たっぷり行きます。といった声が殺到している。